僕もこれ繋いでと思ってた、思ったんですけど、プロの試合見てるのとアマの試合見てるので、アマの方ってやっぱだんだんこのラウンド数が立つんですね。ガードやっぱ下がってくる。違うのかなって思ったりもしたんですけど、その辺はどうですか？でもそういう教え方もあるし、あれこれうちの選手だな、この白いヘッドギア、中学生、これね、ちょっと力の差がありすぎましたね。ちょっとね、やってる年数も違ったし、ね、これでまあストップ、レフリーストップコンテストですね、いわゆるアマチュアでいうと RSC レフリーストップコンテストでこっちの勝ち。この青いヘッドギアもうちの練習生ですね、はい、この試合もね、今見てもらうとね、ちょっと面白いんですけどね、これほとんど酔っ払いの喧嘩ですね酔っ払いの喧嘩でもやっぱその始め立てで、やっぱこうやって初めてスパーリングやったりするとなかなかやっぱ教えてもらったことが出ない。できないですね、だんだん大振りにもなるし、ガードは下がるし、やっぱり体にまだ身についてないっていう、だから試合終わって言ってましたよ、この練習したことができなかったという、まあ、本人もそれは分かっていればね、こういう経験をちょっとずつやっぱ積んでっていう、そうだね、実戦のこういうのが一番身になりますよね。これもなるべくこの練習年数と、何年やってるかっていうのと、こういう試合に出たことあるのかっていうのを、事前に僕らもデータ取ってから組んだんですけどね、もうこの試合なんかはいい例ですよね、2分3ラウンドやるんですけどね、もうそれでも、ね、プロのやる3分と違うんでね、2分3ラウンドというと、女子が2分なんですよね、2分4ラウンドね、プロの選手はね、プロは3分4ラウンドっていうのが、いわゆる4回戦、3分6ラウンド、これが6回戦 B 級ですね、12ラウンドってなると世界戦だったり、東洋太平洋の試合ですね、3分12回というと、47分間ですからね、1分の休憩11回入れて。3分を12回ね、はい、3対0により赤やーい、この試合はね、今度は白い大会で